いや、違うんだよ。ほら、ごめんなさい、トヨちゃん。お兄ちゃん、もういい加減小説家は諦めなよ。うちの家系は徳川の代から国に仕える忍びなんだから。簡単な仕事で社宅と給料までもらえるんだから、安定の国家公務員、最高でしょ。仕事？ただの人殺しじゃん。一家の生業は暗殺。あのさ、現実的すぎてつまんないんだよ。いや、新作はコンビニ店員の恋愛ものでして、人生が普通すぎるのが作品に出てんじゃない。嫌です、話してください。あれは天才だ。抗うことのできない忍びの血筋。小説書いてるんですか？きっと優しい人なんですね。あ、ごめん、反射的にやっちゃうんだ。今回の依頼は極秘で来日中の中国のフィクサーワンファンの暗殺。今日夜ご飯ガスト行きたい。外食は先週したから今日はうちよ。現代のスパイの日常。ドンツェ。国家公務殺し屋家業。俺は人なんて殺したくないの。